5 years ago, I was commissioned by Morisawa to design a family of Latin types in collaboration with a team of young Japanese designers. You see them here. So that's me, Sakura Taruno, Shotaro Nakano, Kunihiko Okano, Aihanda, Yuya Kobari. 今から5年前、私は森沢から日本の書体デザイナーの春野桜、中野翔太郎、岡野邦彦、愛半田、ゆうやくわりとコラボレーションしてアテンタイフェイスのデザインをしてほしいと依頼を受けました。The project had a double purpose: to add a new typeface to Morisawa's library of Latin types, and by so doing add to the knowledge of Latin type design within the Japanese company. このプロジェクトには2つの目的があり、1つ目は森沢のラテンタイプフェイスのライブラリーを増やすこと、もう1つが日本の会社の中にラテンタイプフェイスの制作ノウハウをもたらすことを目的としていました。 It was an education for all of us, an opportunity for designers trained in kanji and kana to take on an ambitious Latin type superfamily, serif, sans, slab, rounded, in a wide range of weights and at 3 optically scaled sizes, text, display, banner. You see it all there. これは我々全員にとって学びになるものでした。漢字や仮名のトレーニングを受けたデザイナー、セリフ、サンセリフ、スラブ、ランデットなど複数のデザインスタイルがあり、幅広いウエイトやオプティカルスケールまである巨大なスーパーファミリーをデザインスーパーファミリーを作成するという非常に野心的なものでした。For me, I learned that in spite of the radical differences between Latin and Kanji, there are fundamental aspects to type design that are independent of writing system, and that many of the skills my Japanese fellow designers brought with them were transferable across typographic cultures.タイポグラフィーの基礎においてラテン、日本語というとても大きな隔たりのあるスクリプトですが、日本語のデザイナーが持ち合わせていたデザインのスキルは異なるタイポグラフィーの文化を超えることができるということを私は学びました。Its name is Roll, as you've gathered. Three of my co-designers,will now describe their individual contributions to this mammoth project. Shotaro first, and then Sakura, and then Kunihiko. 森沢の新しい書体の名前はロールと言いますか。ロールの書体見本は森沢のブースでご覧になることができます。私からはタイプフェイスの役割について説明いたします。Your message, pure typefaces. 我々はこのスローガンをもとに書体の制作に取り組んでまいりました。ロールは200書体もあるスーパーファミリーです。我々タイプデザイナーにとって書体は声のようなもので、スタイルの違いは声のトーンや声色の違いのようなものです。我々は生活の中で一本調子の声を発するだけではなく、さまざまなシチュエーションで声を変えています。こそこそしゃべるようなこともあれば、おどけてしゃべるようなこともありますし、ゆったりと朗読するようにしゃべることもあります。また、現代ではデジタルデバイスやソーシャルネットワークの普及で多くのコミュニケーションをすることができる一方で、会話を通して得られるような声色や感情、情緒といったものを表現することは難しくなっています。そのような時代に、さまざまな考えや感情を豊かに表現することができる書体を作ろうと我々は考えました。歴史を振り返ってみましょう。もともとタイプフェイスは道具で、言葉や考えを掛け表す道具でした。大事なことは、それらの言葉を伝達することでした。
19世紀になるとタイプフェースの役割は大きく変化しました。ご存知のように広告などで観客を引きつけるために初代はどんどん派手になり、エジプシャンやクロイといった意味のブラックレターなど新しいスタイルの書体が登場してきました。書体は単なる情報伝達にとどまらず、情報に合わせ大きな声を表現したりする声の部分が着目され始めます。我々タイプデザイナーやタイプグラファーは文字を通してさまざまな声や感情を表現しようとしてきました。Enhancing society through typography。 森沢では文字を通して社会に貢献するという社税があります。グローバル化やテレネットワークのコミュニケーション、個人の尊重の時代において文字というインフラを通して社会を豊かにしようと考えたときに、より多彩な声を表現しようという考えに行き着きました。このコンセプトはこのプロジェクトにとって自然な成り立ちだったのかもしれません。マシュー氏は決してこのように作りなさい、こういうふうにしなさいというようなことは一度も言われませんでした。We worked with Matthew, not for him. 彼は初めから我々のことを Fellow Designers と呼び、我々と対等に議論していく中でこのコンセプトは決まっていきました。このデモクラティックなプロセスが我々のデザインの源泉であり、さまざまな声を表現する主体へとつながっていったと思います。そこには19世紀的なタイプフェースの叫んで強ければよいという表現ではなく、また声がお互いに喧嘩し合うのではなく尊重し合うように、 A beautiful group of types, not a group of beautiful types。 このコンセプトはもしかしたらシャイな日本人だから思いついたのかもしれません。デモクラシーが議論される現代において、多様な社会をスーパースファミリーの調和とそれぞれのスタイルの差異という形に変換し、機能的で感覚的な表現として、感覚的な書体として表現しているのです。ではバトンタッチさせていただいて、私の方から、このような今中野さんが言ったようなコンセプトに基づいて開発してきたロールのファミリーですが、ここでもう一つ声色をスーパーファミリーという視点で着目してみたいと思います。一般的なスーパーファミリーといえば皆さんどういったイメージでしょうかね。おそらく目的となるサイズやセリフ、サンズといったスタイルの種類が変わっても、見た目が同じコンセプトイメージに見えるというものが多いかと思います。ですが私たちはスーパーファミリーでありながらも全く同じ見た目を目指すのではなくて、テキストをコアにバナーへと、テキストディスプレイバナーへと声色が変化するスーパーファミリーという新しいコンセプトを目指しました。では今声色が変化するスーパーファミリーと言いましたが、それでは何でも自由に作っていいのかといえばそうではありません。ロールという一つのファミリーであるには何かが必要なんですよね。ここに4つの小文字の O があります。皆さんそれぞれこれ4スタイルあるんですけど、どれが何のスタイルか分かりますかね。左2つと右2つはもしかしたらちょっと見分けがつかないかもしれません。ここにある4つの O は、全てロールテキストの4スタイルなんですね。同じファミリーに見えるためにはやはりデザインの一貫性というものは非常に重要です。ロールにはセリフ、サンズ、スラブ、ソフトがそれぞれ本文向けのテキスト、見出しのディスプレイ、大見出しのバナーと、つまり12スタイルあるわけなんですけども、これらのファミリー全体のイメージのコアとなるものを設定しています。
それがこれら4つのテキストです。その中でも特にレギュラーウェイトの一貫性というものを非常に重視して作成してきています。このテキストが核となって強い一貫したイメージを持つことで、同じ共通イメージを持ちながらもディスプレイやバナーそれぞれの、でディスプレイバナーでそれぞれのセリフであればセリフならでは、サンズであればサンズならではといった、そのスタイルごとの特徴を生かした声色の変化、表情の変化を表現することができると私たちは考えています。では具体的にどのような変化をするのか、各スタイルの説明と合わせてご紹介していきたいと思います。まずセリフですが、セリフはテキスト、ディスプレイ、バナーのすべてにおいてマシューさんがコアとなるレギュラーウェイトのデザインを行っています。レギュラーの基礎デザインを行っています。で、ウェイトなどの拡張は私タルノが担当させていただきました。声色の変化で言えば、安定したイメージのテキストからディスプレイ、バナーへとかけてより上品な声へと変化をします。コントラストが高くなったり濃度が変化するっていうことはもちろん、テール R のこういう感じの部分ですね、テール部分などの一部エレメントもバナーにかけてより優雅な形へと変化していきます。次にサンズですが、サンズは今話した中野さんが担当したスタイルですね。サンズは穏やかながらもクリーンなイメージのスタイルとなっています。サンズはこのクリーンなイメージを中心としてテキストからディスプレイ、バナーへとかけてより有機的になっていって、わずかなんですけどもコントラストも変化してより澄んだ声へと変化をします。次がスラブですね。スラブは、次に話す岡野さんと、会場のどこかにいる半田さん、どこかな、わかんないや、すいません、が担当しました。スラブはもちろん力強さを持った書体ではあるんですが、ロールの特にテキストにおいては主張しすぎない適度な力強さで、他のスタイルとの親和性が高いデザインとなっています。そして今言った他とマッチするテキストっていうものからディスプレイ、バナーへとかけては全体の骨格ですとかセリフの部分に変化をつけることでより力強い声と変化を表現を変えていきます。で最後こちらはソフトですね。こちらも次に話す岡野さんと、そして会場のなんか後ろの真ん中に今手振っている小針さんが担当しました。ソフトはこれもスラブと同じ考え方で、他のスタイルとの調和っていう観点から温かみは感じつつもコロンコロンしたようなちょっと可愛らしいイメージっていうものにはなりすぎないようなデザインとなっています。そして声色の変化ですが、ソフトはいわゆる丸ゴシックなので、もともと温かい可愛らしいジャンルの書体ではあるんですけども、今お伝えしたようにロールは子供っぽい雰囲気が似合うファミリーではないので、ロールではテキストからディスプレイ、バナーへとかけて先端のストローク先端の丸みですとか骨格の形などによって大人な声へと変化をするようなデザインを採用しています。最近はバリアブルフォントなども注目されてリニアな変化をすることが主流に感じています。ですがロールではテキスト、ディスプレイ、バナーにかけてリニアな変化をするのではなくて、各スタイルごとの特徴に合わせて声色が変化し多様な表現ができる新しいスーパーファミリーを目指しました。ではバトンタッチします。ついてますよね。あ、ごめんなさい。はい、それでは私からはタイプデザイナーの役割という視点でお話をさせていただきます。制作においても役割ということはとても重要でした。書体デザインの制作には
デザインだけでなく、さまざまな専門知識が必要で、それらがしっかりと組み合わさってフォントになります。こちらが書体デザインに関わる主な専門領域です。少人数のチーム編成では専門スタッフを設けるわけにはいきません。一人でフォントに必要なすべての専門知識を身につけるには時間的にも制限があります。そこで各デザイナーがデザインと専門領域のブリッジの役割を担ってチームでシェアすることで全体としての力を合わせることができるようにしました。それではそれぞれの役割を見てみましょう。まずは言語とグリフです。中野さんは各言語のグリフの調査研究を担当しました。中野さんはですねめちゃめちゃ詳しくてミーティングの途中とかに、中野さんにグリフネームで声をかけるとユニコードで返してくれます。結構便利です。ちょっとしたユニコードチェッカーなので、今度会ったら一回試してみてください。チームではそんな彼のことを敬意を表してユニコード番長というふうに呼んでいました。ロールでは98言語の表記をサポートしています。文字文化が形成された歴史的な背景のリサーチを踏まえて各言語のサポートに必要な文字セットを策定しました。これがこれからの森沢のオープンセットの基礎になると思います。次にオープンタイプフィーチャーです。オープンタイプフィーチャーは先ほど紹介した多くの言語を最適に表示するためのフォントにとっての重要な技術の一つです。小針さんも研究熱心でタイプエンジニアと協力しながらデザイナーの視点で複雑な要件をまとめ上げていきました。次にプルーフ制作です。4つのスタイルの一貫性を保つには的を射たプルーフの制作が鍵になります。ロールデザインの精度や膨大なファミリーの設計を行うために数多くの検証資料を作成しました。これらの資料は今後のオーブン開発における大きな財産になると思います。半田さんは地道な裏方作業に大きく貢献していただきました。次に品質管理です。品質管理は完成したデータの最終的な品質チェックと管理を行う工程です。200書体からなる膨大なファミリーですのでそれぞれがロールとしての品質基準をクリアしているかどうかをデザイナーの視点で確認することが重要になります。タルノさんはビルドチームと協力しながら商品としてのフォントの屋台骨を支えていただきました。最後に私の役割を少しお話しさせていただきます。私は森沢のスタッフではなく普段は書タイプデザインという屋号でフリーランスでオーブン制作を行っています。今回森沢さんから声をかけていただいてですねロールチームに参加しました。そこでの私の役割はマシュー・カーターさんというレジェンドとオーブン開発がほぼ未経験の森沢の若いデザインタイプデザインチームをつなぐということが役割だったのかなと思います。私の役割は具体的にはデザインマネージメントという役割で日本のタイプデザインチームへの指導ですとか先ほどの役割設定ですね、それとそれにまつわるコーチングを行わせていただきました。正直言うとですね本当に大丈夫かなって思うことも何回かあったんです。それでもですね皆さんどんどん成長していって最後は私がいなくなっても進めていけるようになりました。メンバーそれぞれが役割について専門性を深め自発的に提案をし合える環境づくりをお手伝いさせていただいたことで結果としてそれぞれが担当しているデザインの理解を深めることができたのではないかと考えています。森沢ではオーブンについてはノウハウが少なくトライアンドエラーで探っていきました。無駄も多かったかもしれません。あえてタイプデザイナー自身がプラスアルファの役割を担ったことがポイントでそれぞれがデザインのディテールや仕様を考えるヒントになりそういった学びがチーム内でのディスカッションやデザインのディテール仕様を考えるヒントになりごめんなさいディスカッションを見チームワークにつながったと思います。このノウハウが森沢のオーブンチームだけではなくデザインチーム全体に普及していっています。
それではもう一度マシューに渡します。 Last word. When we got down to work on this project, it came clear that my co-designers were going to make very significant contributions to the designs, and I said I wanted them to be given credit for their work.このプロジェクトを振り返ってみると、共に取り組んだデザイナーがこのデザインにおいて大きな貢献をしたことは明らかで、私は彼らの貢献をたたえ、書体のクレジットに名前を入れる必要があると感じました。They were doubtful because, as far as they knew, no designer of a Morisawa typeface had ever been credited. 彼らは書体のクレジットに自分の名前が入るということを思ってはいませんでした。なぜなら、森沢の書体に静寂者の名前がクレジットで入れられたことがなかったからです。But I'm happy to say that in the colophons of these specimen booklets, all the names are there. 今回の書体見本では彼らの名前を見ることができます。So I'm grateful to Morisawa's management for agreeing to this.With the result that credit has been given, where it is certainly due in the rollout of ROLL. ROLL 書体が広く展開していくためには、彼らに書体制作者としてのクレジットが記載されることが不可欠であり、森沢が同意してくれたことに非常に感謝します。Thank you for, on behalf of all of us.